わさお一課著名のお休み配信ダイジェストの時間です。4月9日、先週の日曜日にわさお公式の中の人の思いつきで突然始まったライブ配信ですが、その後どうやらわさお一課著名のお休み配信というタイトルになったようです。この配信はわさお一家の娘分である著名が寝床にいる様子をダラダラと配信しているだけのものです。著名が寝てしまったら配信が終了するというのが基本ルールですが、その時の雰囲気で長くも短くもなるとのこと。今のところだいたい夜の9時前後に始まることが多いようです。なんやかんやで1週間続いてしまいましたので、ここではその見どころをダイジェストで振り返ってみましょう。とりあえずこの日は、うん、よし、なんかなんとなくできたぞという雰囲気で終わりを迎えました。翌日4月10日の配信では文字が表示されるようになりました。しかし途中で通信が途切れ、しかもそのことに気づかないまま続行していたため、静止画状態のチョメがずっと動かないままとなりました。この失態に対してわさお公式の中の人は、電波状況の改善のために何か考えないとダメっすねと今後の対応策を漠然と述べるにとどまりました。4月11日の配信ではチョメの食事シーンが捉えられました。電波状況はまだ対策が取られていないようで、駒落ちが多発していましたが、これまでとは違う活発に行動するチョメの姿が配信されていました。続く4月12日はチョメにひっつき虫がついており、これを取りたい中の人との駆け引きが配信されました。ここでいうひっつき虫とはオナモミと呼ばれる植物の種です。鰺ヶ沢の一部の世代ではジガジガモンコという謎の呼び名で呼ばれていたりもします。チョメはかつて一度の散歩でこのジガジガモンコを15個もつけてしまった実績の持ち主。そのトゲがとても痛く、長い毛に深く絡まると取り除くのに非常に厄介な代物です。どうやら今回はなんとかうまい具合に取り除くことができたようですね。4月13日の配信ではチョメの抜け毛を掃除する様子が見られました。エチケットブラシに長い絵がついた掃除用具でカーペット状の抜け毛をかき集めています。しかる後ブラシでそれをかき集めていきます。すごい量ですね。しかしこれはワンちゃんを飼っているご家庭では鉄板のあるあるネタではないでしょうか。その量にチョメもびっくりです。なお、なぜかこの日チョメはベッドではなくてマッサージチェアで眠りについた模様です。さて、チョメにひっついて厄介なのはトゲトゲがある植物の種だけではありません。4月14日の配信では今年初めてダニがついたことが報告されました。チョメはその長い毛のせいか、散歩の後によくダニを拾ってきてしまいます。今年はいつもよりも暖かいので、おそらくダニの発生も早いだろうと見越して3月下旬にのみダニのお薬を投与しており、今回はそれが功を奏しました。ダニは草むらから動物の体に乗り移ると皮膚の薄くて刺しやすいところを目指して移動してきます。チョメの場合は耳や目の周りが狙われやすいポイントです。今回も右目の下の縁のあたりに刺さっていました。お薬の効き目でダニはすでに死んでいましたが、引っこ抜くときに口先の針が残ってしまうことがあります。そこで活躍するのがこのダニ駆除用のピンセットです。この先っちょのポケット部分でダニをくるみグリンとひねることで針ごと除去します。近年はダニによる感染症が人間にも被害を与えており問題視されています。ペットの健康はもちろんですが、飼い主の皆さんも気をつけたいものですね。4月15日は土曜日でした。昨年からチョメは寒毛期に薄毛になる肌トラブルが見られるようになりました。このため現在は1週間に1回薬用シャンプーをしています。この日はシャンプーの日でしたので少しウェットな状態でした。いわゆる濡れチョメです。なお、犬にとって1週間に1回のシャンプーは頻度が多すぎます。通常は月に1回から2回くらいなものでしょう。チョメの場合は動物病院の先生の指導により行われていますので特殊な例と言えます。濡れた犬は独特の匂いがします。これは毛や皮膚にいる酵母やバクテリアなどから揮発成分が出ているためだと言われています。であるならば皮膚表面の状態によって匂いが変わるのかもしれませんね。このあたりも愛犬の健康状態のチェックポイントなのでしょう。ところでチョメはといえばシャンプーで気づかれしたのでしょうか、早々に寝てしまいこの日は配信も早めに終了しましたとさ。以上、2023年4月9日から4月15日までのお休み配信の内容をダイジェストでお届けしました。ではまた。